はい、どうも星野剛志です。今日はですね、龍之介法政大学3年生がレッスンに来てくれます。目指せデシャンボー企画で有名になって、皆さんもね、トレーニングエピソードをいつも楽しみにしていると思うんですけれども、実は一昨日もエピソードをね、一昨日じゃない、昨日、エピソードを、野口優太とね、一緒にトレーニングして、撮影しました。その模様はね、また別エピソードで坂部先生とのエピソードをあげますけれども、今日はレッスンエピソードと、2021年ね、今大衆から始まって優太っていう風に順番にね、みんなの目標なんかをね、YouTube に今上げている状態なので、龍之介もね、レッスン後にインタビューということで、今日のエピソードは龍之介のレッスンとインタビューになります。それではレッツゴー。おう、これすごいオープン。これでさっき言った押し方ができない。イメージは超オープンスペースだけど、打つときどうかっていうと、それじゃ打てない、で一生懸命練習してるけど、打つときは結構いるんですけど、はい、だから多分練習量が増えるとどん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 オープンスペース、わかる、でラウンドが多いと多分どん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 こうなる。だけどイメージこうの人ってシャドースイングするとこうなっちゃう。だからこれだとインサイドのオープンフェイスになる、でローテーションしないからプレーンに乗ったら右になる、プレーンにだから、したらこうやってキャスティングして左出すしかない、だから基本的にはトップを上げた時にまずこう彫刻するまでいかなくてもいいけど、龍之介のタイプだったら本当コリン・モリカーとか、ジョン・パームとか、ここを真似た方がいい。でその次にこのクラブヘッドを下ろすイメージじゃなくて、グリップエンドをこっちに動かすぐらい、こうやって、ヘッドを下ろしたら、そうそう、そしたら、手のこう、こういうふうに使える、シャフトを早く下ろさない、悪くなってくると、こうし、ヘッドの重さを感じるとすること、この B が後ろに移ってくるぐらい。それが一番、昨日ユータとかも話してたんだけど、例えば昨日のトレーニングとかでもそうだけど、回転するっていうのが、みんなさ、ほら坂部先生も言ってるみたいに、左を押したら右引くじゃん、ここまでテイクバックに行くじゃん、だけどダウンスイングでそうやったらこっち、アウトから、そこが一番ゴルフで違うんです。気をつけない、一生懸命トレーニングやっててトップでこうなってるじゃん、したらこうだでしょ、こうなの、トップ上げるじゃん、トップ上げてこのクラブヘッドが上がらないんでどうやって押すか、そう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 、上がらない、そうそうそう、これだけで、始めるしたらもう絶対にこれこっちに安定してだからこうやってトレーニングってるわけ、クラブヘッドを戻しちゃったらこうなってクラブヘッド戻さなくてことある。いやだから面白いだから面白いそう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 、できるじゃん、もう一回もいっちゃう、あれはできる、死ぬからだからオープンになってるんだよ、それは分かったでしょ、分かりました、それがほとんど右行くの、だからそういう動きができなくなっちゃう、だってインからオープン、そうそうそう、左がね、今日の少し初めね、
テイクバックしてこうじゃん。でこの時にこれが今やり直した方ね、右が。でまあ当然だけれども左の腕、まあこれね、あのスポンジがあるからだけども、こっちの方が全然左の腕が中に入ってるじゃん。でこっちは外に出てるんだけど、じゃあなんでって言ったら、すごい単純なのは、同じ切り返しで来た時にフェースの向きが全然違うの、ね、これはフェースがこっち見えてるじゃん、こっち全く見えてないじゃん、ソールが見えてるじゃん。でこれバンカーショットだからで この結局手の甲の向きが全然違いすぎちゃって、左腕の向きと手の甲はイコールだから、左の上腕の前面がね、前腕のこう前側が見えるようなスイングになってくるから、もう左腕が何にも見えないから、拳に隠れちゃってるでしょ。だからそうすると、まあオープンフェースだから、まあさっき龍之介が言ってたみたいにインパクトが気持ち悪い、どうやって振ったらいいか分かんない、で一生懸命捕まえようとしてるのね。だけど龍之介ってさ、ローテーションあんましないんだよ、もともとフェースが開いてインサイドから下ろす練習なんかしたってしょうがないじゃん。だからフェースがこうやって閉じてる状態で、ある程度、うん、ショートアイアンから少し修正してあげないと。であなたはショートアイアンしか残んないんだから。で例えばね、あのここでさ、ケプカとかね、そのケプカのすごい上手いところっていうのは、ドライバーの、まあ、ヘッドが例えばここでトップであるじゃない、したらこのトップであるヘッドっていうのが一回も上がらないわけだよね。一回も上がらないぐらい我慢できてるわけ。でもそれを支えてるのは、この左の上腕から前腕にかけてこうやって少しこうアーチができてるじゃん。で左手の甲が見えてるじゃん、こっちに。でもそれって何って言ったら、握り込んでないから。握り込むのはもうずっと先だから、ここだから、うん。だからもうすごい柔らかいから、だから龍之介はパワーアップに成功して筋力が上がったんだけれども、逆に言うとちょっと握り込みが強すぎるのよ、切り返しからここで。だから握り込まないで下ろすイメージをこう少し持てないと、いかに上げないかってことを考えないと、ここで上に、うん。そしたら方向も変わってくるから。だからそういう意味では、まあ例えばさ、まあこれはケプカだけど、もう極端な例で言えばさ、あのガルシアみたいなね、クラブヘッドがテイクバックこうやって上がって、ハーフエイバックじゃん、これ、ここが一番高い、これトップね、ずーっとダウンスイングなわけじゃん、ずーっとダウンスイング、インパクトでしょ、ずーっと下がっていくわけ、クラブヘッドこうやって、ハーフエイバックこっから。だから龍之介が考えた方がいいのは、こっからをダウンスイングにどうやったらできる、うん、そういうイメージでシャドースイングとか、シャドースイングすごい大事だから、あとは筋トレしてる時、パワーハウスジムでトレーニングしてる時も、インターバルの時に、そういうイメージでクラブが自分に行くが持ってるだろうっていう元にシャドースイングする。そうするとこっからクラブヘッドが一回ここの戻るコマをなくせるから、うん、でそれを達成するグリッププレッシャーとか、そういう意識があった。だからガルシアとかは飛距離が出る、うん、これはジョン・ラームとかビクター・ホフランドとかみんなそうだからね。はい、レッスン終了しまして、法政大学3年の横山龍之介です。昨日ユータと、坂部先生とトレーニングやって、目指せデシャンボーということでね、去年6月明けてからか、そうですね、はい、トレーニング頑張ってきて、まず、まあ、去年ね、まあ、あの大学3年だから、まあ、ある程度こう試合を意気込むものがあったと思うんだけども、はい、まあ何にもなくなっちゃって、まあ、去年はズバリどうだった？ズバリズバリ、試合がないことによって良かった悪かったのか、良かった点はやっぱりトレーニングにすごい打ち込めたっていうところと、うん、そうです、ね、そうですね、あと練習もやっぱ試合がないので結構なんていうか大きな、うん、なんていうかプロジェクトじゃないですけど、うんうんうん、っていうところにあの大きくスイングを変えていける時間ができた、うん、時間が作れたので、うんうん、そういう点もすごく良、うん、かったと思いますし、うんうん、今年につながる年にはできたと思います。なるほど、はい、まあ、いつもね、大学生僕ずっと見ていて忙しいんだよね忙しいんですよ。例えば龍之介だったら神奈川県のまあ、もうすでに始まってるけど、例えば国体の選考があったりとか、それがこう並行した感じで今度関東アーマンの予選、はい、まあ龍之介は関東アーマンの予選免除だけど、その頃から、その前からか、今度大学の方の合宿だったりとか、
リーグ戦の春の選考が始まってたりとか練習ラウンドだったり、だけど彼らにとってやっぱ日本アマっていうのはすごい前半戦のね、前半戦というか1年の中で結構メインになってるから、と関東アマの予選が免除でもブロック大会がゴールデンウィーク明けぐらい、うん、で関東アマがその1ヶ月後6月にあって、はい、でその後ぐらいに関東学生の予選があって、そうです関東、そうですね、関東、そうですね、関東学生の予選があって、そうです予選があって、で日本アマがで期末テストがあってそうで関東学生の決勝があって、もうなんかもうぐわーってずっと試合があって、まあトレーニングもみんなできなくなっちゃうし練習もできなくなっちゃうし、うん、で、まあ、昨日もねあのエピソードにはこう話しきっちゃって入れてないんで、もう言うたら大学1年生で日本アマも行けて、でこうそうすると夏ぐらいが一番ヘッドスピードが落ちちゃって、データ的に距離が落ちちゃって結局トレーニングできなくて、もう練習も疲れちゃって、あと龍之介がさっき言ってたみたいにもう一日一日のラウンドに対しての修正ばっかりで、そうですもうスイング壊れてちゃっててもうなんとか当てるしかないっていう状況が生まれてるから、あの去年1年間大学1年2年過ごした上で大学3年っていうのが、まあ、結果的に試合はなかったけど龍之介の場合はまあトレーニングすごいできたし、まあ、実際今飛んでるもんね。そうですね、うん、明らかに飛んでてデータ的にもすごい飛んでて、まあそこをすごい期待で、一方デメリットというか去年1年間試合がなかったことによってなんか狂ったこととかっていうのは、まあ俗に言う試合感っていうのがやっぱりなくなってますし、うんうんうん、あの一応1試合だけあのパブリック選手権ってあるじゃないですか、あれには出場したんですけど、うん、一次予選で絶対通るって分かってても、うん、体がすごいふわついちゃって、お一次予選でも緊張した、もう全然もう分かんなくなっちゃってて、っていう点ではもうダメだなって思いましたし、あとやっぱり、なんていうか周りの進捗が見えないので、あ、なるほどね、どのぐらい練習したらいいかとかもなんか分かんなくなって、だらけようと思ったらいくらでもだらけられるので、ね、まあ部活自体はなくなっちゃうんですし、はい、そういう点ではちょっと難しい、うん、難しい面ではありましたね。ゆうたもね、昨日同じこと言ってたね。じゃあ、ズバリ、2021年の目標は？目標は、はい、日本ってついてる大会に、はい、全部出ることですね。日本とついてる大会に全部出る、はい、まあ、日本アマは出たことがあるから、そうですね、まあ、日本学生、学生ですね、あの、うん、日本オープンにも、あ、日本出場したいと思ってますし、なるほど、なるほど、そうです、勝たなくても勝ちたいですけどその前に出ないと、もちろん出ないといけないですし、ね、去年がもう本当出ただけみたいな成績だったので、うんうんうん、まあちょっとリベンジ、なんかこう、うん、飛び越えですようなハードルを、うんうん、できれば、うん、まあ小ラウンドまで行って、うん、上位に食い込めたらすごくいいなと思ってますね、うんうん、まあね、龍之介はこうやってトレーニングあんな頑張ってる割には非常に控えめな性格なんで昨日のゆうたのエピソードとはだいぶ内容が違いますけども、これは結構性格なんで、ね、そこはそこでね、心で思ってるのと意外と違ったりしますから、皆さんぜひね、2021年の龍之介の活躍もね楽しみ応援してください。今日の動画が良かったと思ったらぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録の方、チャンネル登録お願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。